こんにちは、ヨッキーさんです。今回は冴えないヒロインの育て方から加藤めぐみちゃんのアクアフロートフィギュアです。安くて可愛くて脱がせやすい10から12分の1スケールくらいで台座のいらない女の子、こういう条件を満たしてくれるのがこのアクアフロートフィギュアです。5等分の花嫁、次女のニノちゃんも来月あたりにこのシリーズで出るそうです。ということで、ずっと待機室にいたアクアフロートのめぐみちゃんと遊んでみます。大雪に興奮して水着のままでダイブして、体が冷えたのでお風呂に入れてあげます。温まった体は柔らかくなっていて、曲げると水着のところに亀裂が入りました。こうなったら仕方がありません。全力でめぐみちゃんのボディを直します。上半身だけ直すわけにはいかないので、不本意ながら下半身にも手を出します。改めてアクアフロートフィギュアの構造を知るためにパーツチェックをします。サングラスの接着は緩かったので、割と簡単に取ることができました。逆に首の接続は強めだったので、無理せずナイフでカットしています。胸周りは自然な形ではないので、ここは大規模な手術が必要になります。お尻周りは左足だけ外してダメージを最小限に抑えて手術しましょう。お尻周りの形を残しながら、水着の塗装をルーターを使って削ります。曲線の雰囲気を残しておくと、後で造形する時の目安になります。バスト84、ウエスト57、ヒップ83ということなので、 C から D を想定した再建手術を行います。手術のしやすさを考慮して一度平たくリセットしておきます。今回は首のダボをカットしたので、ネオジム磁石を使う方法で接続します。ボディ側には球状の磁石を埋め込んで、頭側にはセリアのネオジム磁石を使います。シアノン系接着剤の瞬間カラーパテと、アルテコの効果促進剤を使います。ルーターで掘った穴に接着剤を流し込み、ネオジム磁石を埋めて促進剤で固めます。アロンアルファなどの瞬間接着剤でもシアノン系のものなら大丈夫です。ついでに分かれている胸部と腹部も瞬間カラーパテを使って接着します。次にエポキシパテを使ってボディの再建手術をやっていきます。固まる前に指とスパチュラを駆使して、それらしく造形するので時間との戦いです。前回のミオリネさんより大きめですが、仰向けなので横に流れた感じにします。お尻の上にできるくぼみのことをヴィーナスのエクボって呼ぶんですね。お尻の割れ目からこのくぼみにかけて斜めにラインが見えたりします。こんなことを意識して固まったパテにヤスリがけをして形を整えます。 PVC 向け塗料の V カラーを塗って、後で使うアクリル系塗料の下地にします。薄めに塗ることを意識してプライマーのような使い方をします。 V カラーが乾いたら、ミスタートキパテで気になる段差やくぼみなどを埋めます。肋骨の膨らみや鎖骨などはこの時パテで盛り上げるのも手ですね。ペンサンダーに粗めの240番をつけて、軽いタッチで気になるところを修正します。600番以降のスポンジヤスリで形態修正すると時間がかかりすぎますね。なので段差や形が気になった時は粗めのヤスリに戻るようにしています。優しい大胸筋の仕上げとして UV レジンでディティールアップします。鉛筆で定めた目標地点に爪楊枝でレジンを乗せて光を当てて固めます。レジンの上から内側にかけては少し削って膨らみを抑えてみました。
隠蔽力が強いと言われるピンク色のサーフェイサーを全体に吹きつけます。サーフェイサーが乾いたら、ラスキースのホワイトピーチを重ねます。サーフェイサーがシャドウになって、自然といい感じになったりします。唇に塗るのはルージュですが、今回はクリアルージュではなくピンクです。肌や粘膜の塗装が乾燥したら、クリアを拭いて一旦セーブします。当初予定していた着脱可能な三角ビキニは失敗したので、ゴム水着です。ゴム風船の口の部分を切り落とし、一番太いところを輪切りにします。輪切りにした大きな輪を2本、結んで大きな8の字にします。結び目が股下に来るように履かせて、輪の中にそれぞれの足を通します。腰のサイドで一ひねり二ひねりして、腕を通してから首に引っ掛けます。お尻や胸周りのゴムを直して、ちゃんと隠すところを隠してあげましょう。切り落とした風船の口の部分を使って、背中側を通さないパターンがこちらです。髪の毛はアイシャドウを使って、キラキラ輝くブラウンを重ねました。顔の口元から顎周りにかけて、ボディに寄せてアイボリーを重ねます。ボディには安定のピーチを重ねて、部分的にサーモンを使いました。エナメル塗料の光沢クリア。これを瞳や唇に塗ってあげたら、キラキラプルーンになれるかな。こんな大人っぽいめぐみちゃんもいいねって人は、グッドボタンを押して感想を聞かせてくださいね。ちなみに36で 60mm の頂上 76mm なので、C の60から D の65といい感じになりました。あなたはどれくらいが好き？ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらまた来てくださいね。待ってます。